皆さんこんにちは、荻上一樹です。今日はですね、ウェルテル効果と自殺報道ガイドラインについて話したいと思うんですけど、自殺問題がこの日本で注目をされるようになって、随分と時間が経つようになりました。そのことによって多くの問題解決のためのステップが、だいぶ進んだ点もあるんですけれども、まだまだのところもあります。で、そういった自殺問題について考える際にメディアの役割というのは大きいんですね。メディアが自殺問題をどういうふうに報じるのか、どういうふうに取り上げるのかによって人々の関心の向き方も、あるいは問題に対する向き合い方も変わってきます。で、このメディアの報道、自殺問題に関する報道について、取り上げる際に重要なのが、WHO が出している自殺報道ガイドラインというものなんですね。これは自殺問題を報道する際には、こういったことに気をつけましょうというようなことを、世界に発信しているものになるんです。例えば、遺書を紹介しない。あるいは誰かの死を美化しない。あるいは自殺問題について取り扱うときに不要な BGM をつけない。あるいは自殺が唯一の選択肢、唯一の出口であるかのような印象を与えない。一方で、様々な自殺問題などに関する相談先というものを伝える。あるいは自殺以外の選択肢があるということを伝える。メッセージとして載せていく。そうしたやってはいけないことと推奨されるべきこと。そうしたことがこのガイドラインの中には盛り込まれています。なぜこういったガイドラインが作られたのか。それがウェルテル効果と呼ばれる現象なんですね。ウェルテル効果というのは、若きウェルテルの悩みというゲーテの小説がありますけれども、あの小説を読んでシンパシーを抱いたりした人が自殺を行った。つまりメディアに触れた人が、そのメディアから受けたメッセージによって自殺に誘われてしまうという、そうしたような現象が確認されたからこそ、メディアの情報発信には慎重でなくてはいけないというふうに言われているんですね。これは実際に現代で実証的に確認されている現象です。テレビでどなたかの著名な方の自殺が報じられると、その日を境にですね、自殺率、自殺者数というものが増加するということが確認されているんです。で、これは後追い自殺ではないんですよ。何かのミュージシャン、誰かドラマの俳優、そうした方が自殺したから、好きなファンがそれで傷ついて亡くなったということではない。そうではなくて、自殺というような選択肢がテレビで繰り返し報じられることによって、ある種心に火薬を背負っている人がトリガーを引かれてしまう。ある種その自殺に向けて、背中を押されてしまう。あるいは、なるほど、死という選択肢があって、その選択肢を選ぶと今よりマシな反応を周りがしてくれる。今よりマシな状況になっていく。そうしたような選択肢を与えてしまうことによって自殺というものが連鎖していく。これがウェルテル効果なんですね。そうしたことを起こさないために、むしろ自殺以外の選択肢を提供しつつ、自殺にこう追いやるような報道をしないということが言われています。ところが、今の日本のメディアの報道を見ていると、こうした自殺報道ガイドラインというものが守られていないところが多いです。というか、守っているところの方が少ないですね。ガイドラインでは、その自殺方法について詳しく報じないということも言われているんですが、しかし一方で詳細に報じることがメディアの役割というようなスタンスにとって報じているところもまだまだたくさんあります。しかし、これからジャーナリズムは特にですね、知ったことを全て伝えるということだけではなくて、それを伝えることによって社会的なある種の利益、あるいは人々の利益に資するかどうかということもやはり考えなくてはいけないですね。ジャーナリズムは知ったことを全て伝えることではありません。例えばリベンジポルノ事件がありました。こういった画像が拡散されたことによってこの方が追い込まれました、はい、これがその画像ですなんていうことを当然ジャーナリストは報じてはいけないわけですよ。では自殺の方法などについてはどうか。そうしたような一個一個立ち止まって、これを報じることによって社会的なリアクションがどのように発生するのかということも考えなくてはいけないわけですね。自殺問題だけではなくて、様々なメディアの役割を見直す時期にも常にあると思うんですけれども、この自殺問題について考える際には、ぜひ多くの人にウェルテル効果や WHO のガイドラインの存在を知ってもらって、いろんな報道がどういうふうになされているのか、チェックをするという、チェッカーの役割をですね、果たすような人が増えてくれればというふうに思います。荻上一樹でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。